6月7日、松山市上野町の愛媛県総合運動公園テニス場で、第76回松山市中学校総合体育大会テニスの部が行われました。この日は団体戦と個人戦ダブルスが行われ、団体戦には男女とも2校ずつ、ダブルスには男子8校14ペア、女子6校11ペアが出場しました。男子団体戦は愛校中と小野中の対戦、シングルス3戦、ダブルス2戦で競われ、愛校中が3勝2敗で競り勝ちました。最後の大会やったのに勝てて嬉しいです。次でも、優勝目指してちゃんと頑張りたいと思います。また個人戦ダブルスは椿中の武田沖本ペアと小野中の山中ペアがトーナメントを勝ち進み、決勝戦は椿中の武田沖本ペアが逆転勝利を飾りました。優勝したぞ。ちょっと慌てるところもあったけど、しっかりストロークで押して、でペアに決めてもらうっていう流れができていたので、まあ、それが勝った要因かなと思って嬉しい、気持ちいいです。大会が開催されることに感謝できるようになったのになりました。県大会でも優勝するぞ。一方、女子団体戦は県立松山西中と愛校中が対戦し、県立松山西中が4勝1敗で1位を勝ち取ると、個人戦ダブルスでも県立松山西中の木戸青木ペアが愛校中の永井山岡ペアを決勝で破って、県立松山西中が2冠を達成しました。全力を出し切って、自分の力だけじゃなくて、お互いに励まし合いながらプレーできたんで良かったと思いました。コロナで大変なとこもあったけど、そんな時も部員たちと励まし合いながら部活動をすることができたので良かったです。先輩とか後輩とか、いい先輩と後輩に恵まれて、一生懸命楽しく部活できたなって思います。県大会頑張るぞ。3年生にとってはずっとコロナ禍の中での部活動となりましたが、それぞれが特別な強さを手に入れたようです。